皆さんこんにちは。三菱 UFJ アセットマネジメントの鹿内です。本日はグローバルヘルスケア&バイオファンド、愛称ケンジについてご紹介いたします。ケンジは2024年2月で設定20周年を迎えました。長期にわたってご愛顧いただきありがとうございます。本日は設定20周年のゲストとしてケンジのキャラクターであるケンジ君が来ています。ケンジ君、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではケンジ君と一緒にケンジ20周年の軌跡とこれからの成長ストーリーを見ていきましょう。ケンジの設定来の純資産総額と基準価格の推移はこちらのようになっています。鹿内さん、グラフに表示されているバガーって何ですか？バガーとは、一般的に株式市場において株価が何倍となることを言い、本動画では投資信託の基準価格に当てはめています。なるほど。ケンジは2024年2月26日時点で設定来の分配金再投資基準価格が6倍以上となっている6バガーファンドなんですね。そうですね。将来の運用成果などを保証するものではありませんが、こうした基準価格推移もケンジの魅力の一つと言えるでしょう。ここからは設定来、こうした成長を遂げてきたケンジがどのような成長ストーリーを持っているファンドなのか見ていきましょう。ケンジ君、ファンドの特色を教えてください。はい。ケンジは世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とするファンドです。ありがとうございます。ヘルスケアといえば私たちの生活に欠かせないものの一つですね。ケンジはこうしたヘルスケア業界の3つの成長ポイントに着目しています。先進国の高齢化、新興国の所得増加、バイオ医薬品の発展ですね。その通りです。基本となるこの3つの成長ストーリーは設定来20年間変わっていません。例えば先進国の高齢化ですが、2000年に約 14.4% だった先進国における高齢者の割合は2020年に約 19.3% となり、2040年には約 25.7% となる見通しです。2040年には単純計算で先進国の実に約4人に1人が高齢者となるわけですね。2000年の時点では約7人に1人だったことを考えると結構なスピードで進んでいるように感じます。そうですね。こうした高齢化の進行は医薬品などの需要拡大につながると考えられます。その他、新興国において予想される所得増加に伴う医療費の増額などもヘルスケア業界の成長を後押しする要素の一つになると考えています。そしてこうしたケンジの成長ストーリーを後押しするのが新しいテクノロジーです。医薬・医療の領域では AI、ビッグデータ、IoT などさまざまなテクノロジーが生命科学の進歩との相乗効果をもたらしています。日々いろいろな研究が行われて新しいテクノロジーの開発が進んでいるのですね。それではケンジ設定来20年の間にヘルスケア業界ではどのような新しいテクノロジーが生まれたのか見ていきましょう。こちらは人1人当たりのゲノム解析コストの推移です。ゲノムとは生物が持つ遺伝情報の全体を指す言葉です。2000年代半ばに遺伝情報を表す塩基配列を高速で読み取ることができる解析装置が登場したことなどにより、このゲノムの解析にかかるコストが大幅に改善されました。2001年に約141億円だったコストは2022年には約8万円にまで抑えられているのですね。それにしても約18万分の1ってすごいですね。今後さらに解析費用の低下が進み、遺伝子検査が社会に浸透すれば個々人が遺伝情報を活用する時代になることが期待されます。その他にも近年急速に発展を遂げている AI、 人工知能の技術もヘルスケア業界で活用されるようになりました。創薬や診断などの他にも医療ミスの防止や管理業務など幅広く活用されているそうですね。世界のヘルスケア市場における AI 市場規模はこちらのようになっています。2022年から2030年にかけての年平均成長率は約 37% になるとの予測があります。今後の発展に期待ですね。設定来の20年間を振り返ると、さまざまなテクノロジーの進化とともにがん治療の領域などの研究も進みましたよね。そうですね。がん治療に関するトピックスもいろいろとありました。最近では新型コロナウイルスワクチンの成功を受け注目を集めた
メッセンジャー RNA の技術を用いたがんワクチンの開発も進んでいるらしいですね。そうですね。こうした技術の進化などを背景に、がんの死亡率は低下傾向にあります。こちらのグラフは高齢化など年齢構成の変化の影響を取り除いたがんの年齢調整死亡率の年次推移です。平均値である100を基準に、100以上の場合は死亡率が高いと判断され、100以下の場合は低いと判断されます。テクノロジーの進化が私たちの生活にも変革をもたらしているのですね。ところで鹿内さん、ヘルスケア業界へ投資する魅力は分かりましたが、ヘルスケア株式に投資を行うファンドはたくさんありますよね。その中でも特にケンジに投資する意味はありますか？それではケンジの主な強みを2点ご紹介いたします。1つ目はヘルスケア株式のさまざまな業種サブセクターに投資を行うことです。こちらはケンジの業種別組入れ比率です。当ファンドは特定の業種に限定して投資をするのではなく、世界主要先進国市場のヘルスケア、バイオ関連企業の株式に属する全ての業種を投資対象としています。そのため大手製薬会社など比較的安定した収益が期待される企業だけではなく、先ほどご紹介したようなバイオテクノロジーなどの成長性が期待される企業のどちらにも投資をすることができます。なるほど。医薬品などだけでなく、分析装置、消耗品などの会社や臨床実験サービスの提供会社などで構成されるライフサイエンスツールサービスなどにも投資しているのですね。そうですね。それでは組入れ業種の推移をご覧ください。2004年8月27日の第1期決算日と2024年1月末時点の組入れ業種を比べると、組入れ業種にも変化がありますね。ケンジは時代の流れを長期の視点で捉えながら、そのポートフォリオの中身を変化させてきました。業種を限定しないことで、各時代に応じた業種や銘柄へ投資をすることが可能となっています。そしてこうした銘柄選定を可能にするのが2つ目のケンジの強みでもある医療に精通した運用チームです。どのようなチームがファンドの運用を行っているのか気になります。ケンジの実質的な運用はウェリントン社の運用チームが行います。ウェリントン社はヘルスケア株式の運用について豊富な経験と運用実績を持っています。同社が1984年に設立したヘルスケアファンドは、現在世界でも最大規模のヘルスケアファンドに成長しています。またウェリントン社の本社は米国マサチューセッツ州ボストンにあります。ボストンといえばハーバード大学などの名門大学が数多く集まっている場所ですよね。そうですね。学術機関の他にも多くの製薬会社が研究所を構えています。そのため運用チームは世界最高峰の学術と技術の中心地で地の利を生かした調査を行うことができます。そして運用チームには医学博士号や薬学博士号を保有している経験豊富な人材が複数名在籍しています。医学博士号を持っている方ということは、運用チームにお医者さんがいるっていうことですか？その通りです。驚きますよね。当ファンドは上場株式のみに投資を行いますが、運用チームには未上場株式を専門に調査する担当者なども在籍しており、新薬開発や新しい技術、ビジネスモデルの進化を早い段階で理解し、知見として広く活かしています。深い知識を持った複数名のスペシャリストが運用調査を担当しているんですね。ケンジ君、いかがでしたか？はい、ヘルスケア市場の成長ストーリーやケンジの運用の強みについてよくわかりました。よかったです。ケンジは2024年1月から新しくなったNISAの成長投資枠の対象商品となっています。20年間変わらない成長ストーリーのもと、時代の流れを捉えながら運用を行うケンジを皆様もぜひご検討ください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ファンドの目的、特色、投資リスク、ファンドの費用などについては画面を一時停止してご覧ください。